UK, UK, tell me a damn thing. I'm lost, at least it's a daydream. I turn into a hole. どうも、ケイスケです。今日は久々にレンズレビューをしたいと思います。今回レビューさせてもらうのはこちらのタムロン 70-180mmF2.8 のレンズ。このレンズですね、実は去年の年末に、タムロン 17-50mmF4 っていうね、レンズがあって、それをレビューさせてもらったんですよね。で、それと一緒に送ってもらってて、で、ただちょっと時間がなくて使う機会がなくて、で、この前ちょうど、ムーンライトシネマっていうこんな感じのね、夜にね、でっかい公園みたいなところでみんなで映画を見るみたいなイベントがあって、それにね、ちょっと行った時にサクッと持ち出してみたんですよ。そしたら、想像以上にちょっと良くて、良くないと思って、これちょっと今レビューさせていただくに至りました。今回ご紹介するタムロンのレンズは 70-180mm ってことなんで、基本的には望遠のレンズになるんですよね。で、昔3年前、4年前ぐらいに 70-180mm っていうね、タムロンのレンズ出てたんですけども、それのアップデート版のモデルになってて、今回 G2 というふうになっております。アップデートされたのが手ブレ補正とオートフォーカス、このね2つが大きなアップデートなんですけども、それ以外にも結構細かくアップデートされてるポイントがあって、いや結構いろんな人にお勧めできそうだなと思っています。それこそ僕は特に結婚式とかね、よく使ったんですけども、結婚式とか、子供のこう運動会とか、ちょっと気軽に望遠をいい画質で撮りたいっていう人にめちゃめちゃお勧めのレンズなので、ちょっと望遠気になってるんだよなと思う人は最後まで見ててくれると嬉しいなと思います。早速行ってみましょう。はい、ということで改めまして今回ご紹介するのはこちら、タムロン 70-180mmF2.8 のレンズです。で、このレンズ僕が使っているのはソニー E マウント用なので、ソニーのカメラ、例えば今使っている α7C2 とか、α1 とか、そういうね、ソニーの本体のカメラにつくようなレンズとなっております。フルサイズのね、対応のレンズなんで、一応こう APS-C って言われるね、α6400 とか α6700 とか、その辺のカメラにも使えなくはないんですけども、基本的には α7-3-4 とかね、その辺のねフルサイズセンサーっていうのを搭載したカメラにぴったりのレンズになってます。ちょっと早速スペックと外観見てみましょう。はい、ということでこちらがタムロンの 70-180mmF2.8G2 のレンズとなっております。G1 のレンズというか、タムロンはね、最近の新しいレンズはこういうねつるっとしたこうなんだろう見た目になっていて、1個前のモデルとかだともっとマットな質感になってます。僕はねこっちのちょっとつるっとした外観の方が好きは好きですね。ただ一応言うと、ここはねプラスチックにはなってるんで、こうもっと金属の感じが好きっていう方は合わないかもしれないんですけども、僕は結構好きです。で、外観から紹介していくと、レンズ自体は望遠にするとちょっと伸びる形になりますが、そんなに大きくは伸びないですね。そんなにちょっと伸びるぐらいの感じになってます。ボタンとかスイッチ類に関してはここにねロック機構がついていて、このロックをしてると広角側、要は 70mm でロックされると、結構カバンの中入ったりするときにこうね、なんか意図せずこうやって伸びちゃうみたいな時があったりするので、それをロックするための機構になっていますというのと、あとはこのボタン、フォーカスホールドボタンとカスタムスイッチっていうのがあります。で、フォーカスホールドボタンっていうのはカスタムボタンみたいな感じなので、一応カメラ本体から設定ができるんですけども、このカスタムスイッチっていうのはここにですね USB-C 端子っていうのがあって、ここで接続してこのねカスタムのスイッチのこう用途を変えれます。これはですね、タムロンのレンズユーティリティっていうアプリケーションを使うんですけども、そのアプリケーションを使えばこのねカスタムのところで、例えばこうスイッチ変えるとフォーカスの位置をこう変えたりとか、そういうような機能を使えたりします。この辺はね活用の幅が広そうなんですけども、まだねあんまりこううまく活用できてなくて、逆にこう見てる方でタムロンのレンズのここねうまく活用されてる方がいたら、ちょっとアドバイス欲しいです、むしろ。っていう感じですね。で、結構僕好きなのはここですね、フィルターの大きさ。結構望遠レンズってどうしても、望遠レンズの特に F2.8 だとここのねフィルター径というのが大きくなりがちなんですけども、これもね 67mm っていう、ちっちゃめのところで揃えてます。結構タムロンのレンズは 67mm 径っていうね形なので、フィルターの値段も安いし、 67mm のフィルターをみんなで共有できる、他のレンズで共有できるっていうのが結構メリットかなと思います。
でスペックも一緒にご紹介しておくと、こちらはタムロの 70-180mm なのでフルサイズ換算の 70-180mm、 まあ一般的には 70-200mm っていうのがね多いんですけども、まあ、それより20mm 短いレンズというふうになっています。絞り羽の枚数は9枚 で最短撮影距離が、広角側 70mm では 0.3m で、望遠側テレ側では 0.85m というふうになっています。で手ブレ補正の機構が入って、フィルター径は 67mm、 重さが 855g というふうになっております。で、初代バージョン1からするとちょっとだけ大きくて、ちょっとだけこう長くもなってるんですけども、まあ、とはいえそんなに実際持った感じは、まあ、30-40g ぐらいなのかな、重くなってるにせよそんなにね感覚的には変わらなくて、むしろその代わりオートフォーカスが上がって画質もまあ上がって、そんな手ブレ補正とか入れといてそこまで大きさ重さ変わらないんであれば、まあ、かなりいいかなと僕は思っています。ケイスケの動画はい、ということで外観スペックご紹介させていただきました。ということでここからちょっと作例を見ていただきつつ、どういう部分が良かったのか、どういう部分ちょっといいなと引っかかったのかっていうところも含めてじっくり話させてください。それではまず作例の方どうぞ。はい、ということで作例の方いかがでしょうか。まあ、今回ご紹介した写真っていうのは全部僕のねオリジナルのプリセットをかませているだけのね写真なので、ぜひ概要欄からねそっちのプリセットの方もチェックしてみてほしいんですけど、今回のこのレンズ、まあ、何がいいかって画質に関しては正直第一世代から良かったんですよ。初代の 70-180mm から、まあね画質は確かに変わってるんですけども、もともとね結構僕は好きな画質だったというか、そんなに悪いなと思ってなかったんで、まあ、めっちゃ変わったかって言われるとそんなことはないです。ただオートフォーカスはね結構良くなってるなっていう風に思いました。それこそムーンライトシネマっていうね、さっき言ったイベントに行った時の話なんですけども、夕方8時か9時になったらコウモリめっちゃバーみたいなの飛んでたんですよ。本当に上の方にバーコウモリみたいな、だってうわコウモリじゃんと思って、で大体そうやって気づいて撮ろうと思っても撮れないじゃないですか。ちょっとまあねオートフォーカス遅かったりとかして、それがね間に合うんですよ。こうパッてコウモリ来てるっていう時にパッて電源つけてパッて撮ればもうピント合ってるみたいな、こんな感じのね写真が撮れます。それすごくない？まあ、もちろんねカメラの起動の速さとかもあると思うんですけども、パッと見てパッと起動してパッとオートフォーカス合うで撮れるみたいなんて結構すごいなと思って割と感動しました。それで F2.8 の明るさでしょ、これ良くない？おう、なんでオートフォーカスめっちゃいいっていうのが今回の一番感動ポイントでした。で手ブレ補正に関してなんだけど、ぶっちゃけ僕はあんまり手ブレ補正の機構をそんなにね信じてないというか、使ってではなくて、っていうのも望遠の場合って結構ね動いてる人を撮ったりするんで、あんまり僕の場合はシャッタースピード遅くしたりしないんですよね。まあ多少ね100分の1とか125分の1とかにしてもちょっと手ブレしないような気がするなとは思うんですけども、まあその辺ねちゃんと比較はできてないので、どのぐらい強いかっていうのはうまくちょっと僕も言えないなっていうところです。なんですけど手ブレ補正が入ってる分、まあ安心して撮影できるっていうのはあるので、まあ、確実に確かに失敗写真っていうのは減ってるのかなっていうのは感じました。
でも手ブレ補正に関しては割と気をつけられる部分だと思ってるので、そこのところをどこまで取るかっていう話ではあるかなと思います。であとこれはね個人的な感想なんだけど、結構ねレンズ自体の色味のニュアンスが僕は良くなってるなっていう風に思います。結構タムロンのレンズって渋い色するんですよ。なんだろうな、こうちょっと昔のそれこそ28200のレンズとかもそうなんだけど、そういうねタムロンのまあ1個昔の要はこれの第一世代系のレンズってちょっと緑に被るんですよね。緑とか黄色っぽい絵が出やすいっていうのが僕はタムロンの特徴だと思ったんですけども、割とこのね新しいこの外観になってからちょっと色味がですねなんかすっきりしたような気がします。もちろんねタムロンらしさっていうのはあるんですけども、なんか気持ちすっきりしたような気がしてて、結構こうすっきりめの色合い好きだっていう人はこっちのね方がいいのかなと僕は思ったりしますね。まあ、これもね本当ね比較してみても分かるようなもんじゃないんですよ。比較してとかじゃなくて、なんとなく渋い色が出やすいか、なんとなくクリアな色が出やすいかみたいなのがねレンズには特徴があって、で僕はこれは結構まあすっきりめ、まあ、タムロンのレンズの中ではすっきりめな色が出るような印象があります。であとなんだろう、あとはまあさっきも言った通りこのね 67mm のフィルター系がいいとか、あとね動画で使う時も結構良くて、動画で使う時に全然ブリージングっていうのが起きないんですよ。このブリージングっていうのは、まあ、ピントの位置を変えるとこう画角っていうのかな、ちょっと変わっちゃう、グワングワンしちゃうっていうのをブリージングっていうんですけども、その辺もだいぶ抑えられてるので動画でも使いやすいなと思います。まあ、ただこれちょっと難しいところなんですけども、ソニーの最近のカメラって手ブレ補正アクティブモードっていうのがちゃんと入っていて、まあ、最近のカメラって言ってももう 3,4 年ですね、ぐらい入ってるんですけども、その手ブレ補正のアクティブモードって基本的には純正のレンズにしかうまく効かないんですよ。まあ、タムロンのレンズとかだとちょっと弱くなっちゃうっていう特徴があって、でやっぱその分動画での手ブレ補正っていうのは純正のレンズの方がいいなと思います。まあ、なんだけど望遠レンズでそこまでその手ブレ補正が必要かって言われると、そのアクティブ手ブレ補正入ってもあんま足んないっていうのはあるので、まあ動画の手ブレ補正もそんなに気にならないのかなと僕は正直思っちゃったりします。まあ、それこそ今ね、ここにあるソニーの 7200mmF4G2 っていうレンズがあるんですけども、このレンズとかでだいぶ寄ってこのぐらいで動画撮影するときにその時の手ブレ補正っていうのがちゃんと効くっていうのはやっぱこっちなので、なんか望遠で本当に遠くのものを撮るっていうのではなく、例えば近いものをより寄って撮るっていうシーンでは結構ね手ブレ補正が重要になってきたりするんですけども、まあそうじゃない場合はあんまり気にならないかもしれないですね。そんなにこう望遠レンズで動かすっていうシーンもないので、その手ブレ補正アクティブモードがどこまで必要かって言われるとちょっと微妙なところなんで、人によるとしか言えないんですけども、まあ、僕はあんま必要ないかもって感じなんで、だったら写真でも動画でも使えるかなというところで結構結論が出るかなと思います。結構いいよねそうすると。って感じで今ねレンズちょろっと出たと思うんですけども、僕が持ってるこのね 7200mmF4 のレンズと迷うんですよね。僕が持ってるレンズで今お借りしてるレンズということで、まあ気持ちこのね 7200mm の G2 の方が気持ち軽いんですよ。まあその代わり F4 という感じのレンズです。ちょっとねこれで迷ってる人も多いと思うんで、この2つのね比較というかまあ所感みたいなところもご紹介しとこうかなと思うんですけども、はい、こんな感じですね。でまあこっちがソニー純正の 7200mm で、こっちがタムロンの 7180mm。 重さで言うとこのねソニーの F4 のレンズの方が軽いという感じになっております。もちろんソニーの純正で 7200mmF2.8GM2 っていうのがあるんですけども、まあ性能だけを求めるんならその GM2 行った方がいいです。例えばボケ感とか、オートフォーカスの精度とかそういうの含めて全部もう完璧な写真撮りたいんだったら GM 行った方がいいんですけども、まあそんな正直いるか、そんなプロの世界で使うかって言われるとそうではない人が多いと思いますので、じゃあ別にこの辺でも全然十分以上のね写真は撮れると思ってます。だってそのさ GM2 とか30万ぐらいすんのよ。でこっちのタムロンだったらさ 13,4 万とかで買えるわけで、30万もっとするか、35万ぐらいするのかな。でこっちの 7200mm の F4 でさえ、まあ、20万ちょっとするというふうに考えると、まあ 1.5 倍の価格差あるんですよね。じゃあこっちの方が良くないと思っちゃいますよね。でも本当にここからはこのね2つに対して自分の気持ちが入ってくるんですけども、まずこっちのね 7200mm はまあほぼマクロで撮れるんですよ。とはいえこっちのタムロンのレンズもかなり近くに寄れます。比較するとこんな感じなので、まあこれがどのぐらい差が出てると捉えるかですよね。で僕はそんなに差がないというか、まあ、寄るんであればもっと寄りたくなっちゃうので、
まあ、であればそんなに大きく変わらないのかなっていうのが僕の感覚的にはあります。あとは 70-180mm、70-200mm ってことで 20mm だけちょっとね焦点距離が違うと思うんですけども、この辺は全然気にならないです。で、手ブレ補正の違いっていうのもまああって、さっき言った手ブレ補正が効くのはこっちのソニー純正のレンズで、もう一個気になってるのがテレコンバーターの存在ですね。テレコンバーターっていうレンズがあって、そのテレコンっていうのはまあここのねレンズの手前につけることによって焦点距離を伸ばすと。例えばこのね 70-200mm であれば、まあ、僕の持ってる2倍のテレコンバーターっていうのをここにつけると、400mm まで撮影ができるようになります。まあ、その代わりちょっと画質が多少落ちちゃったりとか、あとはね F 値が8になっちゃったりとか、まあ、するんですけども、まあ、その代わり望遠まで撮れるよということで、またね楽しさが広がる、テレコンバーターっていう存在があるんですけども、それがねこっちではまあ使えないって感じなんで、拡張性を考えるんであればこっちのねソニー純正の方がいいってことは、純正の方がいいんじゃないかって思いがちなんですけども、ここで一個引っかかるのはやっぱ F 値なんですよね。 F 値こっちが F4 でこっちが F2.8、 やっぱねあんのよここに差が。頭では F4 でいいなっていうのも分かってるし、作例的にも別にボケ感が足んないとかないんだけど、どっか心にね引っかかりがあるのが F4 ってやつでやっぱ F2.8 の方が良かったんじゃないかっていう心のね引っかかりをどっか僕は抱えちゃうんですよね。ない？どう？これ共感してもらえるかな？なので、まあそこの点含めて F2.8 使いたいなっていう気持ちがあります。まあこの2つのレンズに関してはどっちがいいっていう判断ができるものではないんですけども、まあ値段もね違うし、値段もこっちは20万でこっちは13、4万で結構違うなっていうところではあるんですけども、まあ強いてどういうシーンに合ってるかっていう話をしておくと、こっちのタムロンのレンズはどっちかというと写真の方が合ってるなと思ってます。まあ写真で例えば運動会、結婚式とか、あとはちょっとした望遠持っていくシーンで使えるっていうのは、まあ、ポートレートとかね、そういうシーンで使うのは結構いい。というかこのね望遠のズームレンズの中で本当最軽量クラスのレンズなんで、まあ、そういうのも含めて1本持っておいて全然損ないなと僕は思ってます。まあ、逆にこのね 70-200mm の F4 のレンズに関しては、例えば動画で使うとか、あとは旅行で使うときにやっぱそのねテレコンバーターとか使うのを見据えて、ちょっと拡張性とかを考えて持ってくっていうのは結構ありかなと思ってます。っていう風に僕は使い分けようかな。結構旅行とかではこっち持ってって、プライベートのまあなんかこう友達の結婚式とかそういうね、ちょっとしたシーンでこっちを持ってくみたいな感じで使い分けれると、結構僕はうまく使えるんじゃないかなと思ってます。まあ、あと伸びた時も結構違うしね。こっち結構伸びちゃうんだけど、タムロンのレンズ全然伸びないから、伸びた時だと結局タムロンのレンズの方がやっぱ短いですね。ケイスケの動画、はい、ということでレビュー聞いていただきましてありがとうございます。どうでしょうか、このタムロンのレンズいいんじゃない？結構いいんじゃない？てかよくよく考えてこの辺の望遠のレンズめっちゃいいんですよ。 70-180mm、70-200mm あたりのレンズってめちゃくちゃ良くて、その F2.8 っていうレンズが、まあ、1キロいかない 800g 台の重さって本当に他のメーカーでもないんですよね。この前発売された、まあ、それこそシグマのレンズとかも1キロ、まあ、超えたりするし、僕がね持ってるパナソニックのレンズとかもやっぱ1キロ超えたりするので、どうしても1キロの壁っていうのがなかなか超えられないレンズが多い中で、それでいて 800g 台 855g かなで抑えて、限りなく画質もめちゃめちゃ良くて、オートフォーカスも良くて、手ブレ補正も入っていいですよね。いやそりゃいいよ。で値段は比較的他のレンズから比べると安いんだもん。これありだよね。これは本当にあのバージョン1の時からそうなんですけど、結構ね僕は好きなレンズです。ちなみに僕は結婚式で初代のね 70-180mm 持ってって結構ヒーローになりました。めちゃめちゃいい写真撮れたので、あのぜひいろんなシーンでねこのレンズ気になってる方は買って使ってみていただけると嬉しいなと思います。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。リンクはね概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらからチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。